ックワードが白ひげを裏切って刺した。これと同じことするやつが麦わら大船団にいる。誰がルフィをやってしまうのか、一人ずつ見ていきます。今日はこいつ。バルトロメオ、声優が森久保祥太郎さんなんですって。ナルトの鹿丸、メジャーの重野五郎、ヘニプリの桐原や弱ペダの牧島など大人気キャラの声優だし、バルトロメオが最後の方で大活躍するのは間違いないんだろうなって思ってたんです。まずこのキャラ、実は情報がそんな多くないんですけど、部下が一人だけちゃんと書かれてるんですよね。ガンビア、誰やねん。バルトロメオとキャベンディッシュ、ロミオとジュリエットなんです。ルフィからの呼ばれ方、ロメオ。キャベンディッシュの名前の候補にジュリオがあった。ロメオとジュリオ、バルトロメオの探検がロミオの探検と一緒ですよねって話とかです。ロメオとジュリオで、ロミオとジュリエット、それぞれ部下が一人ずつちゃんと書かれてて、おそらく彼らが船長の右腕的なポジション。ガンビアとスレイマン、ほらちゃんと懸賞金も一緒。ガンビアは宣教師なんです。宣教師ガンビア、なぜ宣教師かというと、彼らバルトクラブはルフィ先輩教を布教してたからでしょう。ルフィ先輩教の宣教師、宗教として布教されてたルフィは本当に神だった。すごいですよね。ルフィのことを世界一好きなバルトロメオの海賊団バルトクラブがルフィ先輩教の宣教師っていうのも、ルフィが神である伏線だったわけですが、宣教師といえば誰か知ってますか？有名な人、宣教師ザビエル。だからバルトロメオにこのポーズさせましたよね、小田先生。フランシスコ・ザビエルは日本でキリスト教を広めます。日本に来る前にインドの世界遺産でもあるゴアに寄ってます。ルフィの出身はゴア王国。ザビエルがキリスト教を広めた。で、日本最初のキリシタン大名がこちら、大村住忠。この人の洗礼名がドン・バルトロメオ。宣教師であることを考えても、バルトロメオの名前はここからだと思います。この男、神に対する宣教師、めちゃくちゃ重要キャラなんです。ワンピースは宗教要素も多いですしね。そう、宗教要素といえば、予想させてください。最後ウルージを倒すのはバルトロメオです。二人とも宗教キャラだから。わかります。そんなレベルでやってねえよ。小田先生、ワンピースを書く前に短い作品を何作か書いてます。読み切り作品ってやつ。この読み切り作品たちを見ていくと、読み切りの主要キャラってたくさんワンピースにも出てくるんです。しかもみんな主要キャラとして登場する。読み切り作品のうちの一つ、一騎夜行、僧侶が主役の作品。僧侶を主人公にしてるんです。僧侶にこだわりがあるのかな。僧侶もやっぱ最終章まで残してますよね。で、この一騎夜行、僧侶の敵がこちら。小田先生、ちゃんと説明してました。僧侶の敵は人食いなんだと、はっきりと説明までしてくれました。だから僧侶ウルージは人食いのバルトロメオの最後の敵になると思います。前話しましたけど、白い羽に対してルフィ側、黒い羽です。
バルトロメオはリョウの一番好きなキャラです。こんなもんじゃ終わりません。小田先生がこのキャラに込めたテーマは幸運。バルトロメオの船って航海士がいないんですよ。運だけで来てるなぁと。幼少期の絵を見ると当たりのアイス棒を持ってる。運が良かったという説明もあり。好物は駄菓子。彼は当たりを引けるからだと思います。さっき羽の話をしましたね。トサカ頭じゃないですか。ん？鳥か？幸運を呼ぶ鳥ってのがいるんです。鶏。まあよくあるじゃないですか、ゲームとかでも金の卵を産んだりね。なんでああいう設定かっていうと、キリスト教の巡礼者たちからは航海時代に幸運のシンボルとされていました。鶏。太陽が出る時に鳴くじゃないですか、コケコッコーって。だから太陽の神を連れてくるとも言われてます。昔は神の使いとされてたんですね。ワンピースではインペルダウンでも鶏キャラ出てきますけど、こいつね、人を食うとされてる。ほら、人食いですよね、鶏。バルトロメオ、鶏って呼ばれてますしね。ロビンが書いてあげたサインもほら、鶏でした。以前の考察でも言いましたけど、鳥キャラはみんなファーつけてますしね。超幸運キャラだから、バリアを張るときは指をこうする。フィンガークロス。ほら、幸運を祈るって意味です。これ縁ガチョとも言われてて、縁がちょん切れるのこと。そこからこの幸運ポーズ、フィンガークロスするキャラを縁がちょん切れる、バリアの能力者にしたのでしょう。作中で一度縁ガチョとしても書いてることからも間違いないでしょう。バルトロメオはなぜルフィ信者になった？ローグタウンでルフィが助かるとこを見たから。ルフィはあの時幸運で助かったんです。ほら、幸運を見たから信者になったんです。ワンピース最後、ローグタウンの時と同じようにルフィに最大のピンチが訪れる。あの時と同じように超幸運で、幸運のバリバリが助けてくれると思います。バリバリの前任者は黒ずみのところにいましたよね。マネマネの前任者と一緒に。超厄介な部下がバリバリとマネマネでした。バリバリとマネマネ。800年の時を超えて今度はこっちの味方になるでしょう。ルフィのことを大好きな2人です。最後ルフィを救い出す2羽の鳥。駄菓子とお盆、次回に続きます。